さあ枠入りは続々最後ケンブリッジアーサ収まりますスタートしましたさあダッシュよく押しているのがミッキーサクセス しかしすぐ一段、オ・アンジェリーナ出ていきます、内から押して押して東海ルーチェも先行体制、左右ちをついてはサマー・アキララも前に上がっていきました、さらには大外をつきましてはプライド・キッズも先行集団の一角に取り付いています、さあ先行争いがやや激しいか、各馬1コーナーカーブ、わずかに東海ルーチェ、先手を奪いました、リードは4分の3馬身、オ・アンジェリーナ、単独2番手の位置上がりました、3番手の位置にはプライド・キッズがつけています、その後は2、3馬身開いて、内から1番サマー・アキララその外に前の着陸が追走して、二コーナーから向こう上面へ。 そして控えて10番ミッキーサクセスは現在56番手の一角です、そしてその後方からは東海プリーズ、そしてその一馬身後方ですが、内から詰めていった2番のスリーベラミがいっています、この辺りは中段バグの内め、外、体半分差、8番のアドマイアディープで向こう上面の中ほど残り1200を通過いたしました、あとは下がりました。ゼッケン4番のシゲル羊が追走して、外… 首差で、徐々にエイビアン・ボスが追走、さらに最ちをつきましては11番のウィン・ローランが言っています、残り 1000m を通過、後方の2頭ですが、外をついてはゼッケン7番の日本ピロ法王、最後方がわずかにケンブリッジ法王という体勢で3コーナーをカーブ、先頭は3番の東海ルーチェ、東海ルーチェが逃げています、残り800を通過、リードは4分の3馬身です、単独2番手、オー・アンジェリーナがつけて、その1馬身半後方ですが、かなり手が動いて、ゼッケン13番、プライド・キッズが3番手を進んでおります。その後の 通わずかに単独4番手の位置には10番のミッキーサクセスがつけていますが外、まくるように今、シゲるお羊座、シゲるお羊座上がってまいりました、連れて再び盛り返すようにミッキーサクセスも上がってまいります第4コーナーカーブから直線構成向かって東海ルーチェ、わずかに先頭、東海ルーチェ、わずかに先頭、外をつきましてはシゲるお羊座、シゲるお羊座、ミッキーサクセス、ミッキーサクセス、この両馬馬体を接しての追い比べ、うちをつきましてはアドマイアディープ、うちをつきましてはアドマイヤディープが伸びてきた、3頭の追い比べから今度は最内、アドマイヤディープが先 単独2番手ミッキー・サクセス3番手の位置に今スリーベラミ上がってきた先頭はアドマイア・ディープゴールインアドマイア・ディープ勝ちましたそして2着は10番のミッキー・サクセス